前半を行っております。さあそしてそれに対して島田選手どう対抗するのか。さあスタートしました。島田選手前回の1ヒート目が45秒92でしたが、最後も更新することができるのでしょうか。44秒18ですが、停止が1回ありました。いやいやいや、これはちょっともったいないですが。